高家正密信は、兵庫県芦屋市出身で、時は山部屋所属の現役大相撲力士。本名及び2016年11月場所までの四行名は、佐藤隆信。身長175センチメートル、体重166キログラム、血液型は、大型。特異種は月、推し。最高位は、東大関。好物は肉、寿司、味付け卵。 苦手なものはスイカ。趣味は睡眠。ザウの名はガシンショウタン。兵庫県芦屋市出身で、本名の高信は、当時現役の横綱だった高の花から一字を取ったものであり、そこに織田信長の真の字を加えてある。父は、男に生まれたからには、天下を取らないとダメだぞという思いを込めてこの名前を付けたという。幼少期は、K1 ブームの中で過ごし、 ジェロ・ムレ、バンナ、ボブ・サップなどのヘビー級の選手たちの試合をよく観戦していた。一人っ子である。高野少年は5歳から、新川学院小学校3年児まで、極真空手を習い、全国大会で準優勝の実績を残したが、決勝で受けた判定に納得がいかなかった。おかしい判定で負けにされた。判定がある競技はやりたくないと思ったと空手をやめた。 空手を教えていた父親が身体能力、闘争心などを考えるといい大学に入れるだけではもったいないと考えていたため、その後興味を持った相撲に転校。3年生からは地元の道場に通い始め、小学校4年生から6年生の間までは足屋の実家から東京にある高野原部屋のキッズクラブまで稽古に通った。小学校時代は4年時にワンパク相撲で、 全国3位、5年次に2位、6年次に3位の成績を収めている。この時代、1回の食事で4 5 0ムのハンバーグ3枚、牛丼と曇り3杯などのノルマを父に課せられ、小学4年生の頃に3 0ラムだった体重を2年間で約4 0ラム増加させた。増量のために、食費は1ヶ月で30万円を費やした。 2017年秋巡業中に行われた、カンドリ忍によるインタビューでは、数日間で約2 0ラム増加したこともあった胸を明かした。父は仕事があるにもかかわらずなかなか食べ終わらない息子に付き合ったため、高信少年は投げ出すことができなかったという。この増量に伴い学級で最も早かった短距離走が最も遅くなり、リレー選手に選ばれなくなったり、 一時期ハンバーグが嫌いになったりしてしまったとされる。ちなみに、ハンバーグは高校時代に食べた時、食べさせられている場合と自分から食べていることの違いを感じ、2019年2月24日、放送文のジャンクスポーツではむしろ今では大好きと話している。食事のみならず、トレーニング内容も父が考案した独特のもので、四つ足歩行での階段登り、 後ろ姿の坂道ダッシュなど、足屋では、その行動から不死が、奇人扱いされることもあった。相撲を始めたばかりで、体が小さかった頃から、関取になると宣言していたが、周囲からは、当初は現れたという。小学校卒業後は、相撲の競合校の一つである、法徳学園中学校に進学し、3年時に、全国中学生相撲選手権大会に優勝し、 中学生横綱のタイトルを獲得するなどの活躍をした。その大会の決勝戦では後に大相撲で、ライバルとしてぶつかり合う打ち越し系なりと顔があった。2年時まで全く結果を出せず、各界入門もしくは高校進学に伴い7年間、受け続けた父の指導から離れる前に父に恩返し、できずに終わってしまうのではないかと不安に思っていた、高野部少年にとって、 この優勝は後に関取になったことよりも嬉しかったという。中学時代には、裏と稽古をすることがあったが、裏との対戦成績は五分五分であったという。中学卒業後は、各界入門か、高校進学かで悩んでいたが、埼玉栄高校の相撲部監督である、山田同期から、プロで活躍したいのなら、栄に来なさいと勧誘されて、高校進学を選んだ。 埼玉栄高校には普通科アスリートコースに特待生として入学した。中学横綱のタイトルを獲得したこともあって、高校入学当初の佐藤はやんちゃ坊主であり、先輩にため口を聞くなど勘違いした行動が目立ったが、山田の指導によって礼儀作法を身につけた。また、中学横綱であろうと先輩は容赦なく礼儀作法を教え、箸の上げ下げなども、 佐藤は細かく注意された。掃除、洗濯、ベータ機なども他の部員と同じようにやらされる中で、食事を作ってもらえることや洗濯をしてもらえることが当たり前ではないと気づいた。実家でのハンバーグ中心の食生活で脂肪が多く、ついていた体は厳しい稽古と野菜中心の食生活によって1 3 0ラムから1 0ラム以上減って、 筋肉質なものに変わっていった。相撲に関しては、最初から手がかからなかったと山田が振り返るほど紳士であったといい、ある冬の夜の自主練習では、通常より数段負荷がかかる、つま先立ちで寒い稽古場に湯気が立つほど思考をやり込んでいた。高校時代に修学旅行が行われた際にも、旅行で5日も休んだら弱くなるよと言われ稽古に明け暮れた。 寮では山田が朝5時に起きて全員分のちゃんこを作ってくれていたので選手たちは山田のために優勝しようという共通した思いを込めて相撲に取り組んだ。山田監督のもと関東高等学校相撲選手権大会の無差別級で2連覇。全日本ジュニア相撲選手権大会の無差別級に連覇。他、高校全国大会7タイトル獲得。三年時に 台湾で行われた世界ジュニア相撲選手権大会の無差別級で優勝するなど多くの大会で抜群の成績を残した。2014年高校卒業後の進路はかねてより各界入門を希望しており当初は2014年10月開催の国体終了後に入門する予定であった高信少年だがプロへの気持ちが日に日に高まったという理由で国体を待たずに同年 9月場所で高野花部屋に入門し、本名をし込めにして、初土俵を踏んだ。高校在学中に、各界入りした力士の前例はあったが、9月場所での入門は、異例の早さであり、入門以降は高校に通い卒業を目指して、勉学に励む傍らで、本場所の土俵に上がり、番付を上げることとなった。なお、高校は、最終的に、減給留置も、 中途退学もすることなく2015年3月に卒業した。入門当初、現在と変わらず小柄な佐藤は、壁山の腕の太さや土地の真の太ももの太さを見て、大相撲では戦っていけないと自信を喪失した。当初の周囲の予想では、関取は無理だと思われていた。初めて番付に、名前が載った2014年11月場所は7、連勝で、序の口優勝。 2015年続く2015年1月場所は、ジョニー団優勝と順調に白星を重ねた。東3段目18枚目に上がった3月場所の3日目で、入門後初黒星を喫して、連勝は15で止まったが、最終成績を5勝2敗として、続く5月場所で幕下に昇進。初の幕下で土つかずの6連勝としたが、13日目の7番相撲で、 高木との相星決戦に敗れて、幕下優勝はならなかった。9月場所でも、再び土つかずの6連勝としたが、星違いで、幕内経験者の東ずに敗れて、またもや7戦全勝とならず、6勝1敗となった8人で、トーナメント形式の優勝決定戦に出場したが、決勝戦で、千代昌馬に敗れて、再び幕下優勝を逃した。その後は、 西幕下7枚目まで上がった11月場所で3、連勝の後4連敗で、初めての負け越しを経験。2016年一旦番付を下げて、東幕下9枚目で迎えた2016年3月場所では、三度のつかずの6連勝。13日目の7番相撲は、幕内経験者の大岩戸との相星決戦を、はき込みで制し、三度目にして、ようやく七戦全勝で、 幕下優勝を果たした。場所後の番付編成会議で5月場所での新十両昇進が決定した。東十両13枚目で迎えた5月場所は、新十両力士としては15日制定着以降史上6人目となる無傷の8連勝で勝ち越しを決め、9日目で初黒星を騎したが14日目に2敗同士で、千代の国との直接対決に敗れるまでは、 優勝争いの先頭に立つなど、千秋楽まで優勝争いを展開した。ちなみに優勝を逃したことにより、新十両で十日勝ち越しを達成しながら優勝を逃すという、十五日制定着以降では、初のチ記録を作った。七月場所では負け越したが、九月場所では十勝五敗、十一月場所では十二勝三敗で自身初の十両優勝を決め、 2017年1月場所での新入幕を確実にした。佐藤は素直に嬉しいです。まずは本割の一番に勝たないといけないという気持ちでした。もう一番やるつもりでやっていたのが気が抜けたというかびっくりしました。徐々に喜びが湧いてきましたと優勝の余韻に浸った。新入幕の土俵に関してはいい相撲を取らないと新入幕では通用しないんで、 もっと力をつけないといけないと気持ちを新たにし、将来の目標については、三役を目指したいですと言い切った。場所後には、新入幕と同時に、それまで本名のままだった、四個名を、上杉影勝にちなんで、高景勝を三つの部へ改名した。2017年土俵入りする高景勝関、安国神社法の大相撲、高景勝関の相手は、 妙義流関新入幕となった2017年、1月場所は初日から自分の相撲を取れず4連敗。しかし、そこから4連勝で星を戻した。しかし9日目から3連敗を起きし、14日目に重両の大栄勝に敗れて8敗目。先週楽は勝利を挙げたが、結局7勝8敗と新入幕勝ち越しとはならなかった。 2017年3月場所前の座談会では、1月場所前の冬巡業で足首をひねっていたらしいと、鉱山や竹縄から明かされた。3月場所は3勝3敗の7日目以降8勝1敗と、大きく星を伸ばし、最終的に11勝4敗で、関東賞を受賞した。5月場所は2場所連続となる11勝4敗の好成績。特に11勝目はこの時点で、 同じ20歳でこの場所新入幕の大野将を破って得た白星であった。激しいぶつかり合いを押し出しで制し、すごく嬉しい。同い年、幕内で唯一の同級。小さい頃から知っている相手と最高の舞台で戦えることが嬉しいですと声を弾ませた。この場所で琴と正義区が東関脇2枚目で7勝8敗と負け越し、 平幕で11勝を挙げた力士の中で高傾勝は最も高地位であったため番付運次第では7月場所での新三役もあり得たが三役から平幕に落ちる力士がいなかったため7月場所での新三役を逃したそれでも7月場所は西前頭筆頭まで地位を伸ばした7月場所4日目の白鵬戦では付き合いとなり途中で離れたまま相撲が止まり 白鵬がぶつかり稽古のように胸を出すポーズを取った。8秒の間ができたが、呼び込まれるように差しに行った高啓勝はそのまま、寄り切られて敗戦。結局大関以上との対決では、この場所一勝しただけで急上した、照ノ富士以外からは白星を得られず、五勝十敗と、上位陣の壁に阻まれた。九月場所は、一進一退の星取りであったが十四日目に六敗目を、喫するまで、 優勝争いに加わっており、最終的に9勝6敗の勝ち越し。この場所は優勝した春馬富士から金星を獲得したことが評価され、主君賞を獲得。同学年の親友で、中学時代から全国大会で何度も顔を合わせている大野賞が、この場所5日目に春馬富士から金星を奪ったことに刺激を受け、 俺が先に行きたかったと悔しがっていたが、自身も遅れることいつか、念願の金星獲得となった。先週楽の支度部屋では、発祥ではもらえないと思っていたので、強化等と望んだ。今場所はしっかり押し相撲が取れて、自分の相撲を貫けたと納得している様子だった。この場所は大野賞も共に三賞を受賞したが、万年齢で言って、 最年少の幕内力士二人が揃って三勝を受賞した例としては5例目。2017年11月場所では、横綱、春間富士、さらに稀勢の里からも金星を獲得した。この場所は11勝4敗で、主君賞を受賞し、2018年1月場所での3、役賞進を確定的なものとした。千秋楽のインタビュールームでは、 格好悪いところを見せないように頑張りました。実力がないので気持ちで行くしか自分にはないので集中して何も考えずに無心で行ったのが良かったと場所を振り返りスポーツ資格者の取材には上位陣にも無心で行きました。自分が緊張する必要はないので胸を借りる気持ちで行くだけです。実力と自分の相撲をもっと磨いてから結果は後からなので とにかくもっと強くなりたいですと語った。2018年2018年1月場所は、平野の兄、でしたかの岩が被害者となった、暴行問題に対して、調査への協力を拒絶した高野花が理事を、解任される事態となった上で迎えたが、自身は、大丈夫。場所で頑張るだけと影響を否定した。しかし場所はご正実敗と大敗に終わり、新三役場所は、 幕内上位の壁に跳ね返された格好となった。西前頭3枚目で迎えた3月場所は6日目までに、両席分けを破るなど3勝3敗の成績だったが、場所前から痛めていた右足首の状態が悪くなり、精裁を書く内容で7日目から4連敗。そのまま、場所11日目に、右側部座章で、疼痛著名であり、約6週間の安静を要する見込みとの診断書を、 提出し、同日より入門以来初の休場。この休場の悔しさから、新規一転し、大好物のファーストフードと炭酸飲料を止め、栄養学についての勉強を始め、20種類以上のサプリメントを摂取するようになった。西前頭10枚目に番付を落とした5月場所は7日目までに、幕内会の力士を相手に2勝5敗と苦しんだが、 中日以降は8連勝と調子を取り戻して10勝5敗。西前頭3枚目で迎えた7月場所は、2大関1関分け、さらに同場所校長だった平幕、朝の山に勝つなど、存在感を発揮し、全場所に続いて10勝5敗。9月場所は4場所ぶりの小結びに復帰し、9勝6敗と、三役で初めて勝ち越した。2018年10月1日より、師匠、 高野花の日本相撲協会退職に伴い自身が、所属する高野花部屋が消滅し、元小結、龍造杉が師匠を務める千賀の裏部屋に移籍2018年11月場所、初日に横綱の稀勢の里、二日目に大関の豪衛道に勝つなど6連勝と校長、七日目に三竹海に敗れるものの、その後も校長を維持。十四日目に、 優勝争いをしていた高安との直接対決には、敗れたものの千秋楽は勝利、その千秋楽で優勝を争っていた高安が本、割で敗れたため、小結において13勝2敗の成績で、幕内初優勝を果たした。同優勝にまつわる記録は次の通りである。2019年2019年1月場所は、親戚分けとして臨み、 直近に場所が三役だったため、成績次第では、三役に三場所連続で在位して、延べ33勝の目安をクリアでき、大関昇進の可能性があった。同場所は四日目に、横綱、稀勢の里が引退したり救助者が続出し、中日の平成最後の天覧相撲も盛り上がりに欠ける相撲が目立ったが、高景勝は、大野章との対戦を押し出しで制し、 存在感を見せつけた。10日目に高安に敗れた時点で7勝3敗となり、同日時点で10戦全勝だった白鵬と3差で、優勝争いからは遠ざかった。しかし白鵬が11日目より3連敗し14日目より、休場、一方で自身が白鵬戦勝利も含め連勝を続けたことで、14日目を終えた時点で2敗の玉鷲を3敗で追う形となり、 たりきながら連覇の可能性が生じた。もし先週落の本割で玉足が敗れ自身が勝ち、続く優勝決定戦で自身が玉足に勝てば、大相撲の優勝制度導入以降初の関脇下での連覇を達成するところだったが、玉足の勝利によりその可能性は消滅。直後の大関、豪栄道戦では、押し出しで完敗し、最終成績は十一勝四敗となった。 勝った11番中9番が、押し出しと押しに徹した場所であり、押し相撲を評価されて、技能賞を初受賞。直近3場所で三役に在位した上で、合計33賞を挙げたが、2018年11月場所に、上位陣との対戦が少なかったこと、時々見せる引き技など相撲内容が良くなかったこと、先週楽で、大関の合栄道に乾杯したことを理由に、 大関昇進は見送りとなった。大野松審判部長は、もう一場所見せていただきたいと思いますと、審判部としての見解を示し、さらに2018年9月場所が急所止まりであった、ことにも触れた。2019年初頭の一部報道では、組んだら、幕下以下という押し相撲一辺倒である部分から、現状では将来性が乏しいのではという、 後に大関昇進を見送られることに対する兆候を感じ取ったとも捉えられる分析も見られた。ただ、大野松審判部長は、3月場所で10勝以上することが大関昇進の最低ラインと答え、場所前の相撲誌の記事では、10勝以上すれば、10日クランプが灯ると報じられた。1月場所先週楽で右足裏を痛めて、本格的な稽古の再開は3月1日まで。 待ったが、稽古再開のその3月1日にはで稽古に来た、市野城に対して、好調を示した。2019年3月場所は10日目の閣留戦で、勝ち越しを果たすも、14日目まで9勝5敗と、以降は失速し、大野松審判部長から、先週落の内容次第と大関昇進について、見解を示され、先週落を7勝7敗で迎える角番大関の、 土地の神との一番に昇進の行方がかかった。結果大関土地の神に干渉して10勝5敗で今場所を終えた。千秋楽の白星を収めた一番については、今場所は父親が見に来た時に全部負けていて情けなかったので、最後に勝ててよかったと話した。大野松審判部長は、私の記憶に残る中でこれだけ押し相撲で安定して、 白星を挙げられる力士はいなかったと押し相撲を貫いた強さを高く評価し、協会に高傑賞の大関昇進を図る臨時理事会を要請し了承された。これにより高傑賞の大関昇進は確実と報じられる。27日に正式に大関に昇進した。なお、千秋楽の高傑賞土地の新選の結果により、逆に土地の新は、 大関からの陥落が確定したため、5月場所の番付は3大関で、番付上の大関の人数としては変わらないが、27日に、高啓生が大関に昇進した後も、5月場所の番付発表までは土地の審は、大関として扱われるため、その期間は4、大関となる。全相撲から取って、初土俵から所要28場所での大関昇進はこの、時点で、 年六場所制定着以降日本出身力士としては、史上1位、全体でも史上6位のスピード記録である。押し相撲一本槍で大関に昇進したのは大樹以来のことであるという声も聞かれた。昇進伝達式では、大関の名に恥じぬ、要、武士道精神を重んじ、感謝の気持ちと思いやりを忘れず、相撲道に精進してまいりますと向上を述べた。 4月20日の春巡業歌手場所では、高安、土地の新と自身の新旧大関による申し合いが行われたが、5勝8敗。この春巡業で相撲を取る稽古は1週間ぶり2度目だが、調整の出遅れを伺わせた。しかし、前回に比べて全然いい。もう一段階、体を膨らませればもっと良くなる。なかなかできることではない。 いい稽古ができましたと本人は焦らなかった。また、大関昇進に伴い、母校の埼玉栄高校から新しい化粧回しが送られた。先輩大関、豪栄道の昇進時の際も母校から化粧回しが送られていた。関係者からは、学校から二人目の大関、気持ちを込めて送りたいと明かした。また、高啓生は、この日、 群馬県の高崎市での春巡業で2日連続となる申し合い稽古を8番取った。高景勝はこの2日間はどれくらい体が動くか確かめた。勝ちにこだわるから内容も考えると新大関場所き合いを入れた。ところが5月6日の横綱審議委員会の稽古総研では白鵬を除く3役以上の力士との申し合いで3勝8敗と不調が伝えられた。 各流らを押し切れずに捕まる内容が目立った。2019年5月場所、2勝1敗で迎えた4日目に、寄り切りで、三竹海に勝利したが、この取り組みで右膝内側側腹副人体を損傷。このため5日目からは休場となった。20代地下の裏は、無理にとって相撲人生を終わらせるわけにはいかない。ゆっくり時間をかけて直してほしいと話した。 球場が発表された際に公開されたスポーツメディアの記事によると、場所前の二所の席一門の連合稽古の時点ですでに首を痛めていた様子。しかし、高継承本人は17日深夜に痛みが引いたとして、千賀の裏に出場を直訴した。このため地下の裏は取り口について、月、押しのいつもの自分の相撲を取って、絶対に下がるなと念を押し、 再び痛みが出た際には半ば強制的にでも休ませることを条件に提示。本人がそれを了承したため、千賀の裏は8日目からの再出場を認める意向を明らかにした。元師匠である高野花は5月19日の一般社団法人、高野花道場設立を発表する会見において、マスコミからの質問に対して、高啓章が大関に上がってくれたっていうことが、 私の何よりの喜びで、今日からまた再出場するものですからと述べた上で、自身が教会を退職している立場から、直接は教えることができないんですけれども、生き様というか、生きようを、今場所残りの相撲でどれだけ教えてくれるかという、期待感と、まだ上がありますので、目指してほしいと願う発言をしている。再出場の8日目に、壁山に、叩き込みで破れ、3敗目を喫した。 なすすべもない敗退で、土俵下で一番を見ていた高田川審判長は、出たからには、ちゃんとした所作でないと、相手にも失礼。出たことで、もし大きな怪我をしたら、相撲人生に関わるとコメントし、NHK 専属解説者の北野富士も、中日新聞に連載中のコラム、早技ごめんで、高継勝は休んだ方が良いと思う。以上。と述べるなど。 関係者の反応は厳しいものであった。高継承本人は支度部屋では、いつも通り、万全と取材に対応していたが、打ち出し後に、千賀の裏が本人と会談し、相撲人生は長いから、我慢して、無理はするなと伝えたことを明かした。本人は出場の意思を示したが、夜11時30分頃に、千賀の裏が電話で、休場しようと本人に伝え、 最終的には9日目から再休場となった。再休場の診断書には新たに右膝骨座症の診断結果も加わった。線画の裏は間違ったことはなかった。本人も経験して相撲を取って納得したのでは、昨日の相撲を見て判断した。休場は本人も考えていたかもしれないと説明した上で、再々出場については一切ありませんと否定した。 稽古再開時期は未定で、5月場所中は治療目的以外の外出はせず安静にするよう指示したという。7月場所前の6月12日に、千賀の裏部屋で稽古を再開した。医師やパーソナルトレーナーなどの膝専門チームのサポートを受けてリハビリとトレーニングに励んでおり、師匠の千賀の裏も方針に理解を示しているという。 7月場所出場の過費については、あと1ヶ月弱、チームの人とも、この週にこういうことができたら出られる。出られないというところでやっている。出られるのであれば出たい。そういう中でやっている。焦る必要はないけど、治らなければ来場所休んで、また次を目指すしかないと、本人が説明した。同月16日には、都内で、大関昇進披露宴が行われ、 八角理事長や柴田山広報部長、横綱、白鵬、角龍、荒井空協会関係者をはじめ、両親、埼玉坂以降の山田同期監督ら約2000人の出席者が祝福に訪れている。7月場所は番付発表後となる6月29日になっても実践的な稽古に復帰できないなど調整の遅れが報じられた。7月2日、名古屋入りして、 初めて稽古に出てきた本人は段階を踏んでやってきた。これだったら問題ないと記者団に話した。しかし、幕下力士5人との稽古で、関取衆との稽古なしで、ぶっつけ本番となってしまうため、千賀の裏はそれなりにやったけれど甘くはない。本人と話しますとコメント。稽古を見た NHK 解説者の前の海も仕上がっていない。 力士人生を台無しにしてしまうかもと治療中の怪我悪化への懸念を表明した。そして取組編成会議前日の4日に出場可否の判断を先送りしたことが分かった。千賀の裏は私は休場しろと説得したけど本人から出させてほしいとお願いされた。今日の夜までは分からない。今日中には決めると話し、4時間にも及んだ本人との 話し合いが平行線をたどったことを明かした。この日、本人は相撲を取る傾向を行わず基礎運動での調整にとどめ、CBC の名古屋場所前夜祭り収録に出かけた。その後、部屋に戻って再度の話し合いとなり、最終的には線画の裏の球場勧告を受け入れることを同日優に申し出た。この球場により大関をわずか2場所で陥落することになった。 新大関から2場所で大関を陥落するのは2000年、7月場所の無双山以来19年ぶり、史上2人目である。5、6年後、この経験があったから、今の自分があると言えるように、気持ちを入れ直してやるしかない。最後の番付を目指すために直さないとと本人は、これから先への決意を述べている。7月場所の初日となる7日、日本相撲協会は、 高啓章の診断書を公表した。右膝内側即副腎体損傷で7月4日より5週間の過料を要するという内容である。8日目に、千賀の裏は高啓章について14日に帰郷して15日から都内で治療、リハビリに励む予定で28日からの夏巡業には初日から参加させない方針を明らかにした。可能なら、 途中合流する意向であるという。千賀の裏は、関取衆と相撲を取れる状態になることを、出場における一つの目安とし、押し相撲は、相撲感が鈍るのが早い、貯金というものはない。常に押し相撲をどんどんやっていって、体をぶつけないといけないと話した。七月十二日、横綱審議委員会の定例会合後に、矢野博則委員長は七月場所で四人いる大関が、 全員休場したことに苦言を呈する発言の中で、高景章は出るなら、万全にしてまた大関に復帰する活躍をしてほしいと、奮起を促した。7月31日、千賀の裏は高景章が治療、リハビリに専念するため、本人とも話すが、今のところ従業は考えていないと述べた。しかし秋場所には、本人ももちろん出たいだろうし、私も出す考えだと話し、 本人が関取衆との申し合い再開を番付発表の3日後くらいからできればベストと見通しを語った。9月1日に茨城県筑西市で行われるドスコイペアに昇平される予定だったが、怪我のため8月16日に昇平が出演が中止された。9月2日の二所の関一門連合稽古では、阿弥、大野章、玉鷲と稽古番取って1勝4敗。 これには前の海もとても厳しい。もしかしたら関取衆と稽古できるまで戻っていないのかなと不調を感じ取った。9月場所は場所前の不調とは裏腹に12日目に10勝に達し、大関特例復帰を達成した。12日目での大関特例復帰の確定は史上最速。大関復帰に加えて優勝争いでも単独首位となった。しかし、 大関特例復帰確定の翌日に、大関、合栄道戦で敗れ参拝に交代。本、割を終えて12勝参拝同士で、三竹海との優勝決定戦に出場したが、立ち合い三竹海に踏み込まれ諸差しになられると、そのままなす術もなく、寄り切られる完敗を喫し優勝を逃す。技能賞候補に上がっていたが大関陥落直後の場所、などの理由で受賞は見送られた。 先週楽の優勝決定戦の際に、左大胸筋を肉離れしており、6週間の過量期間を要すると高景勝から説明を受けたことを師匠の千賀の裏が翌23日に明かした。取り組み後は、アイシングなどを行い、翌日午前中に、都内の病院で MRI 検査を受けたという。一安心したところで、まさかこういうことになるとは思わなかった。 今のところ、手術をする予定はないと聞いている。下半身を鍛えることはできる。ただ、下半身を踏ん張れば、どうしたって上半身にも力が入る。やってしまったものは仕方ない。とにかく治療して、時間をかけていくしかないと地下の裏は述べている。10月5日から始まる秋巡業は休場と発表された。しかし10月1日から部屋で稽古を再開。 負傷によるうち出血で胸や肩、腕にかけて広範囲が紫色になっていたが、秋巡業について自分の気持ちでは巡業も途中から出られるなら出たいとした上で11月10日からの九州場所には出るという気持ちでやりたいと話している。三宅海との優勝決定戦で立ち合いから相手を突き起こしに行った際に左大胸筋を痛めたという。 10月16日からは秋巡業に合流。大関に復帰して迎える11月場所については、治れば出るし、無理はしない。できるだけ出る方向で、一生懸命やっていく。しっかりと自分を見つめ直し、怪我に対する能力をもっとつけていきたいと話した。11日に、兄弟子の高野富士が不祥事を受けて引退した感想を聞かれると、まだ、ちょっと実感が湧かない。 単語や一文ではまとめきれない部分はあると自身が世話になった兄弟子への複雑な思いを滲ませた。大関に復帰した九州場所は6日目までは会の力士に三勝三敗と苦しんだが7日目から後、連勝で11日目に大関として初めての勝ち越し。だがそこからは一勝三敗と失速し、結局2桁勝利には届かず9勝6敗に終わった。 12月1日の冬巡業直方場所では、怪我をしないで、やっぱり優勝したい。2回しないと横綱になれないから、優勝したいです。そこから、すべてが始まると、2020年の目標を掲げた。2020年1月8日に小車部屋で行われた、二所の関一門連合稽古では、大関特例復帰を目指す関分け、高安と三番稽古を行い7勝3敗。 元大関相手に稽古で大きく勝ち越したこの結果に、北の富士は高景勝が2020年1月場所を優勝するのではないかと予想し、前の海も高景勝も元に戻っている。膝、胸の影響もなかった。稽古場の力を出せば優勝争いに絡んでくると思うと話した。1月場所は回しを取られたり立ち合いから押し込めないなど。 苦しい相撲が目立ったものの中日まで一敗を維持。9日目に正代との直接対決には敗れたが、その後は白星を重ね終盤まで一敗の正代と、伊佐尾龍を二敗で追う形となった。しかし14日目親戚分けである朝野山に敗れ三敗へ交代し、優勝争いから脱落した。先週は、 異例となる幕尻で優勝を争いいっぱいで、単独戦闘の伊佐尾昌龍との取り組みが組まれたが、伊佐尾昌龍に寄り切られ11勝4敗で終えたものの、大関として自身初めての二桁勝利となった。なお、この場所では合栄堂が大関から陥落し、引退を表明、高安が大関特例復帰に失敗したため、 3月場所は1982年1月場所以来38年2ヶ月ぶりの一人大関として迎えることとなった。3月場所は前半を5勝3敗で折り返すものの内容は本来のものとほど遠く場所前から違和感のあった左膝を痛めたのではないかという声も上がった。その不安は悪くも的中し11日目に敗目を喫して 黒星が先行。優勝争いを優先されて、横綱、白鵬との対戦が組まれることなかったが、7勝7敗で、千秋楽を迎えた。その一番は、大関昇進をかける関脇、朝野山との対戦だったが、大関の意地を見せられず、押し倒しで敗れて、負け越しが決まった。解禁して負け越したのは、小結だった年月場所以来、約年ぶりとなり、 7月場所は2度目の角番で迎えることとなる。また、朝の山が場所後に大関に昇進したことにより38年ぶりの一人大関は1場所で終了した。2度目の角番として迎える7月場所は東京開催となったが、新型コロナウイルス感染症対応ガイドラインに基づき観客を入れての開催となった。11日目に勝ち越し、角番を脱出したが、 左膝内側側副靭体損傷により12日目から途中休場した。9月場所は休場明けとなり、膝の状態も心配されたが、ここ数場所に比べて内容よく白星を並べ、中日を終えた時点で2敗で、他8人と並ぶ展開に。その後、不戦勝もあってさらに星を伸ばしたが、13日目に10勝2敗。 同志で初優勝と大関昇進を狙う関分け、正代との対戦で敗れて3敗に交代。残り2日は、新入幕優勝を狙う正猿を、大関同士の対戦で、朝の山をそれぞれ下して12勝3敗で場所を終えた。11月場所は、2場所連続で初日から白鵬、各竜の両横綱が休場。さらに、大関、朝の山が3日目、新大関、 正代も五日目から休場。に横綱に大関が、不在の中で一人大関となったが、重圧を感じさせない相撲を取り、幕内では、自身初の中日勝ち越しで単独トップに立つ。九日目に勝猿に敗れたものの、優勝争いの戦闘を保ち続けて、十三日目に、再び単独トップに立つ。先週落結びの一番で、一差で追いかける小結び。 照ノ富士に敗れたものの、2敗同士の優勝決定戦で、照ノ富士を押し出しで下し、大関昇進後発、11場所ぶり2度目の幕内最高優勝を決めた。涙軍で土俵下でのインタビューを受けた高景勝は、綱取りについて聞かれると、小学校から相撲やってきて、毎日強くなりたいと思ってやってきました。強ければ勝てるし、弱ければ負ける。 自分と向き合ってやっていきたいと話した。二度目の優勝に際し、自分一人じゃ優勝できない。本当に自分を応援してくれたり支えてくれた人の期待に応えたことが本当に嬉しい。応援してよかったと思ってもらえたのが自分の原動力と婚約者への感謝を語った。優勝決定戦の取り組みは脳を止めて。 体に任せたと何も考えずに体が勝手に動くままに取ったという。また婚約者とは場所前に結婚していたことを先週楽から一夜明けた同月23日のオンラインによる会見で明かした。妻は元大関の北天竜の次女でオスカープロモーションに所属して有希奈の名前で活動したファッションモデルであったが事務所を退社して引退し、 高景勝のサポートに専念しているという。伊勢ヶ浜審判部長は綱取りに関して優勝しないとダメ。レベルの低い優勝も困ると優勝を絶対条件にした。報道各社は月押しだけで横綱は厳しいという声があると指摘していたが、本人は月押しだけで横綱になることを宣言した。11月26日。 所属する地下の浦部屋が、師匠の名跡変更で時は山部屋へ解消されたことに伴い、時は山部屋所属になった。十二月二十日、令和二年第六十三回放置年間最優秀、力士賞に初めて選出された。横綱や他の大関不在の十一月場所で、大関の責任を果たす、形の優勝、初の年間最多価値などが評価されたもので、一年間、 積み重ねてやれてきた結果だと思う。嬉しいですと、本人も喜びのコメントを出している。日本人力士の受賞は1998年の横綱三大若の花以来22年ぶりであるという。休場者が多い中で解禁に近く、大関として平均的な成績を残していることも評価点であった。12月24日。 番付発表に際した都内での会見で集中しきることが大事。闘争心が一番だと思う。勝ちたいと思うことだ大事。勝つという気持ちで1日1日戦えたらとコメント。新型コロナウイルスの影響で無観客開催や場所中止を経験したことを機に、押し相撲の基本、単純に押しの強さ、出足の強さ、パワーを強くすることを考えたといい、その辺が、 下半期に生きてくれたと思うと話した。2021年2021年1月場所、開始直前の1月9日、伊勢ヶ浜審判部長は2020年11月場所で、白鵬と角竜の両横綱、浅野山と正代の二大関が休場したこと、2021年1月場所も、両横綱が初日から不在となっていることから、レベルの高い優勝、全勝したら上がるとか、 はっきり言われると困る。決まっていることではない。横綱ともやっていない。やはり結果を見てから、確定ではないとした。綱取りを目指して迎えた1月場所だったが、初日から4連敗を喫し、場所後の横綱昇進の可能性が完全に消滅した。また3日目の北斗富士戦で見せたビンタのような張り手については、八角理事長より張り手があったけど、 精神的に粘り強くいかないと、張り手に行くようじゃね、と苦言を提示された。その後も2勝7敗と星を伸ばすことができず、10日目に、左足関節人体損傷の診断書を提出し、休場し、予定されていた沖の海戦は、不戦敗となり、負け越しとなった。なお、この途中休場について、解説の北野富士勝明は、自身のコラムで、かつて大関解決は、 球場は敵前逃亡であると決して休まなかった。大関、朝被も土俵で死ねたら本望だと言っている。不祥北の富士も大関時代二度負け越しているが、球場はさらさら考えたことはなかった。最近の大関は簡単に休場するが、朝の山も正代もすでに球場を経験している。そして、ラスト侍の高景勝まで球場とは情けないことだ。 これからは軽々しく、武士道を口にしない方がいい。アホらしくて、今日はこれまでにしますと告評し、高景勝の球場を敵前逃亡であると痛烈に批判した。翌場所は、綱取りから一転、自身三度目の角番となった。この時、親方衆から太りすぎと声が出ていたため、183kg まで、太っていた体重を2ヶ月間で 166kg まで、 減量した。3月場所は12日目に、沖の海を押し出しで破り、角番脱出。13日目には高安が3敗へ交代したことにより、戦闘グループと星一つの差となり優勝争いに、急遽加わる結果となった。しかし、先週楽に大関復帰を狙う3敗で、単独トップの照ノ富士に破れ、10勝5敗で終えた。照ノ富士の昇進によって、4、 大関となった5月場所は、2日目に敗れた以外は、順調に白星を重ねるが、9日目に、大栄翔に敗れて2敗に交代。この時点で、照ノ富士に2差をつけられる展開となった。その後は、連勝を重ねるが13日目に、優勝争いに残っていた平幕の遠藤に不覚を、取って3敗に交代。この時点で照ノ富士は1敗となっていたが、再び2差をつけられてしまう。 14日目は、正大との大関同士の対戦を制し、照ノ富士が遠藤に敗れたことで、自力優勝の可能性が復活。千秋楽、星の差一つでの照ノ富士との直接対決を制して、優勝決定戦にも連れ込む。その決定戦では、叩き込みで敗れて、優勝とはならなかったが、2場所続けて千秋楽まで、優勝争いに絡む活躍を見せた。 タンク肥満の体型を活かした突き押しが持ち味で、立ち合いの諸手突きに始まりそのまま突き切るのが、高継昇の勝ち筋とされる。一方で、四つになると全くと言って良いほど相撲にならず、捕まえられるとすぐに寄られるか投げられるかで負けることが非常に多い。後日する三竹海戦でも、慣れない諸差しの体勢から強引に出ていこうとした、結果、怪我を負う結果になってしまっている。 いずれも2021年5月場所終了現在。2021年5月場所終了現在2021年5月場所。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 終,終了現在他に優勝決定戦では、テルノフジに1勝1敗、三宅海に1敗がある。 ありがとうございます。